伊之助か、せがれよ。若様を見なかった。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたは、わしがおかしくなったというが。まあよい、せがれよ。若様のことを、この守り鈴を。いいな、守りそら、仏様。物資のあいにくと竜がいご物資あいに竜物資殿にはおはい竜院はかしかしそれは繰り返せばやがて淀みがその病を知りながらそれを止めらすみませんその竜がいをわかりませんまずは死の残した記録を当たったの瓢箪の種はい種を瓢箪に植えたこれで薬水の傘が増すでしょう妙うん貢献があればそれがそうか瓢箪の種を見つけたならば薬水のかさ増しをしましょう白いならばあるいはうんではまた。
ご供養。供養？さよう。見たところ、ご供養。死者があるところ、カラスど、どこ？これも平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には？もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ？あ、
ああへえ、なるほど。なあ旦那、足はあんその頃はそれから足を洗って物売りをが銭がないからし、そこで旦那足にそれを元手に旦那にもきっと役、それからおまけにあの世どうです、ゼニだ話して。ああ、もちあの世、あっしらは平田はご存知の通り、アシナの分家、ちんけな野党なんざ普通は返り討ちですけど、先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ、そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは、旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで、ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げ。ああ、なんと忍びの道具の情報を頼む。あっしすげえ平田屋敷の押し入りの時ボーってな調子ですげえ。火の出る筒が覚えておこう。いただいた銭をも旦那